奮戦の末、ついに白たちはブライを倒した。混乱に乗じて帝都を脱出し、オシトルの故郷であるエンナカムイへ向かう。ブライとの戦いで成功に尽きた白たちに一時の安堵が漂う。だがオシトルは察知していた。これで終わりではないと。背後からはアクルカの力を解放したブライが迫っている。白たちを無事に逃がすため、オシトルは単身ブライを迎え撃つことを決心した。足りぬ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 
してくれた。 どうした、猫ね。もしかして腰を抜かして動けないのか。見て見て、だから杖で殴るな。いって、ほれ捕まれ。押しとるのとこへ行くんだろ。
仕方がないのです。これも兄様の兄様。オシトル、覚えているか、我らが初めて出会った時のことを。確かそなたと初めて肩を並べて戦ったのもこんな場所だったな。こうして目を閉じればまるで昨日のことのように思い浮かぶ。お調子者で楽ばかりしようとする。だがな、何があってもそなたが何とかしてくれる、そう思わせてくれる心地よい日だまりのような男。そなたの周りにはいつも仲間がいて、どんどん賑やかになっていったな。そなたも日に日に将として成長していくのが何よりの楽しみだった。そなたと共に会った時は楽しかったぞ。ああ楽しかった。嘘なのです。兄様、まさか。姫殿下を頼む。頼んだぜ、あんちゃん。猫で幸せにな、あんちゃんを。ブライとオシトル、アクルトルカ同士の死闘はついに決した。辛くも勝利したオシトル、だがその体はすでに限界を超えていた。未来を白に託し、オシトルは塩の塊となり崩れ去った。白は残されたアクルカを引き継ぎ、オシトルとして生きていくことを決意する。ネコネを伴いエンナカムイにたどり着いた白扮するオシトルは、無事を願うクオンたち、自らのすなわち白の死を伝えた。悲しみに暮れたクオンは昇進のまま一人エンナカムイを後にするのだ。
ゆく月細く落ちる。